エルモア軍は、アメリカ合衆国アイダホ州の南西部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は27,038人であり、2000年の29,130人より7.2%減少した。軍庁所在地は、マウンテンホーム市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。1889年2月7日に設立され、 軍名は1860年代に地域最大の銀と金の生産者だったアイダエルモア鉱山にちなんで名付けられた。エルモア軍全体でマウンテンホームショート試験を構成している。エルモア軍は1889年2月7日にロッキーバーを軍庁所在地として設立された。軍名は1860年代にオワイヒー軍シルバーシティ近くにあった。 地域最大の銀と金の鉱山だった、アイダエルモア鉱山にちなんで名付けられた。オレゴントレールが、エルモア郡内にあるグレンズフェリー近くスリーアイランド、クロッシングでスネーク川を横切っていた。陸路駅馬車道の駅で当初は、ラトルスネークと名付けられていたものが鉄道線の西に動かされ、マウンテンホーム市となった。1891年2月4日、郡庁所在地は、 マウンテンホームに移された。後にマウンテンホーム空軍基地となるものの建設が1942年10月にマウンテンホームの南西12マイルの位置で始まった。この基地は公式には1943年に爆撃機の訓練基地として開設され、1965年までは戦略航空軍団の作戦基地だった。1966年に現在では 航空戦闘軍団となっている、戦術航空軍団の戦闘機基地となった。ボイシ川南支流沿いマウンテンホームの東に、アンダーソンランチダムがある。1950年に完成した時は、世界でも最も落差の大きいフィルダムだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3100.51平方マイルであり、 このうち陸地は3077.57平方マイル、水域は22.93平方マイルで、水域率は0.74%である。エルモア軍最高地点は、軍の北東隅、ソートゥース原生地にある標高1651フィートのスノーサイドボンである。最低地点は、軍の南西宮、スネーク川岸であり、標高は約2500フィートに満たない。 アンダーソンランチダムソートゥース国立の森以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。